3月31日午後、韓国では世紀の結婚式が行われました。コロナ禍ということで親族と親しい友人のみで行われた結婚式。招待客以外は式場に入ることができず、マネージャーの帯同も禁止。招待された芸能人の多くは直接運転して式場入りしました。今日は世紀の結婚式に関して出されている報道内容をまとめてみましたので、幸せな気持ちをお裾分けしてもらいましょう。式と同日に公開されたのはウェディングフォト。ヒョンビン様の所属事務所バストエンターテインメントとソンヘジン様の所属事務所 MS チームエンターテインメントが公式インスタグラムに2枚の写真を公開しました。まるで映画のワンシーンかのような美しい写真に、世界中のファンからお祝いのメッセージが送られました。式が行われたのはソウルのグランドウォーカーヒールホテル内のアストンハウス。ここはこれまでにチソン様とイ・ボヨン様、ペヨンジュン様とパクスジン様の結婚式が行われたことでも有名で、屋外庭園が特徴です。そして皆さんが気になる豪華な参列者、まるで受賞式かのような面々が参列しました。祝辞を述べたのはヒョンビン様の長年の友人である俳優チャン・ドンゴン様、また妻であるコウ・ソヨン様も出席しました。他に夫婦で出席したのはソン・イェジン様と2012年映画パワーで共演したソルギョング様とソン・ユナ様の夫婦。ソン・ユナ様はイェジン様の親友として知られています。そして大俳優イ・ビョンホン様とイ・ミンジョン様の夫婦も出席。イ・ミンジョン様もイェジン様の親友として知られています。また他にもヒョンビン様の親しい友人であるハン・ジェソク様とその妻であるパク・ソルミ様の夫婦も出席しました。その他イェジン様の親友コン・ヒョジン様、ヒョンビン様の先輩パク・ジュンフン様、シークレットガーデンでヒョンビン様と共演したハ・ジオン様、よくおごってくれる綺麗なお姉さんでイェジン様と共演したジョン・ヘイン様が出席。公開日未定のヒョンビン様が出演する映画交渉で共演しているファン・ジョンビン様も出席しました。また式と同日に最終回が放送されたイェジン様主演のドラマ39歳で共演中のチョンミド様、キム・ジヒョン様の出席も確認されています。まだまだ大物芸能人たちはたくさん、コンユ様、ソン・ジュンギ様、少女時代のユナ様、ソン・ジ・チャン様、そして歌でお祝いをしたのは歌手のコミ様、キム・ボムス様、ポール・キム様。コミ様は愛の不時着でのアイユー様の OST 心を差し上げますを歌ったそうです。司会を務めたのはパク・キョンリム様、女優や司会者、コメディアンとして知られている方なんだとか。そしてイェジン様のブーケトスを受け取ったのは親友コンヒョジン様だったそうです。他にも確認されていない芸能人は多くいるとのことで、言葉通り世紀の結婚式となりました。完全に覗き見ですが、まるで愛の不時着の続きを見ているかのような美しい結婚式に、多くの人が幸せな気持ちになりました。순간